ロサンゼルス・タイムズが大谷翔平のエンゼルスドジャースとのフリーウェイシリーズは両チームにとって正念場だと報じたエンゼルス・大谷翔平投手が出場予定のドジャースとロサンゼルスとの対決に連戦 フリーウェイシリーズが敵地ドジャースタジアムで14日、日本時間15日から始まる。現地の米メディアは、両チームにとってスランプからの浮上をかける、正念場のシリーズになると伝えている。開幕から好調だったエンゼルスとドジャースは、1ヶ月前の5月上旬にはそれぞれの地区で首位に立っていた。だが、エンゼルスは、 5月25日から球団史上ワーストの14連敗を喫し、連敗中にマドン監督が電撃解任された。また、ドジャースはまだ首位を守っているが、現在3連敗中で、直近の8試合では2勝6敗とスランプに陥っている。12日の時点で、ナショナルリーグに四地区、2位のパドレスに0.5ゲーム差までに迫られている。 6月14日付のロサンゼルスタイムズ電子版は、このカードは、1ヶ月前であれば目玉のマッチアップだったが、今は、両チームとも流れを引き寄せるための正念場の戦いになった、と指摘している。このシリーズが始まる前日の13日、同14日は両チームとも試合がないため、WGN ラジオ電子版は、 この給与が両チームにとってプラスなのは間違いないとしている。ドジャースは主力打者の不調が目立っている。ムーキー・ベッツガイア野手が6月に入り、2割4輪の低打率だ。また、今シーズン、FA でドジャース入りしたフレディ・フリーマン内野手も2割2分9輪とスランプに陥っている。主力選手である2人が復調するかが鍵になるだろう。 エンゼルスは、今シーズン、打率3割3分3厘と好調なテイラー・ウォード外野手が、太もも裏の張りなどによる負傷者リスト入りしていたが、このシリーズから復帰することが見込まれている。これは巻き返しが必要な、今後のエンゼルスにとっても好材料になるだろう。ウォードは、チームに故障者が出て大変だったが、みんなが戻ってメンバーが揃う。 とても興奮しているここからのチームの巻き返しに貢献したいと話している